コシ橋、バシ、橋、シジ橋、シ、コ橋は、新潟県長岡市の信濃川に架かる、新潟県道23号柏崎、高浜堀の内線の道路橋梁を、長岡市コシ地域と、道志川東地域南部とを結ぶ橋梁、佐賀川、右岸川とも、長岡市浦に所在するが、佐賀川の一部は、道志かまけ島に架かっている。1998年、 平成10年に竣工した、元橋梁は2代目で、橋長596メートル、福音12.5メートルを有する7景間、連続高桁橋である。車道は片側1車線の計2車線で、車道両端に自転車歩行車道を備える。なお、一般的には、腰地橋と呼ばれるが、欄干の名板には、腰地橋と記されている。東京の下流側に隣接して並行するように、 新越本線の品濃川橋梁が架橋されている。また、道路橋梁としては、上流側には、国道17号、小千谷バイパスの越の大橋が、下流側及び、橋梁付近で合流する渋見川には、国道404号、長岡東西道路のフェニックス大橋が、それぞれ架橋されている。北越鉄道、原新越本線の鉄道用橋梁、品川橋梁、 通称裏手橋、裏手橋、橋,橋長六百六十九メートルを転用したものである。この橋梁は千八百九十六年、明治二十九年に開通したものであり、そのトラス桁はハンディサイド製の二百フィート単線プラットトラス六連であった。この橋梁が老朽化していたため、伏線化に合わせてルートを一部変更し、新たに下流側に裏橋梁が建設されることになったが、 急橋料は1952年、昭和27年に日本国有鉄道から新潟県に払い下げられ、道路橋として整備されることになった。しかし、県単体では事業を遂行することが困難だったため、改築工事は日本道路公団に継承。同交団東京支社が事業主体となり、後期6年、総工費3億4500万円、当時を要した。 九品の川橋梁は六連からなるが、鉄道橋を道路橋に転用するには、幅が不足するため、中央寄りの四連の幅を4.5メートルから6メートルに拡幅した。端部各一連は、九越市長の岩田橋と不動沢橋に転用し、その代わりに、心臓の虎杉田をかけた。こうした作業には、大掛かりな工事が必要で、事業費の増大による負担の増加が、 大きなネックになると予されたことから、1952年に改正された道路関係法に則っ,って、県は道路公団に事業を移譲した上で建設費に政府からの借入金を充当し、通行者から通行料を徴収して、召喚に充てる有料道路として整備ることとした。こうして1五十九年、昭和十四年十一月十一日、腰地橋有料道路、 長岡市辺、田町三島郡越路町大穴来号寺、4.74km、越路橋の橋梁部 680m が開通。新潟県内で道路公団が管理する道路としては初めてだった。起点は、当時の国道17号、現新潟県道370号、滝や三輪線の片田町交差点。越路橋の橋梁部のみアスファルトによる舗装が、 施されている以外は、砂利式となっていた。通行料は5時から21時の間に通行する、人車に対して課され、普通乗用車が全区間230円、一部区間50円、原動着付け自転車40円、10円、自転車20円、10円、12歳以上の歩行者10円、協力部のみなどとなっており、越路橋東詰めの料金所で徴収が行われていた。 ただし歩行者に限っては、両市長が通行料を負担しており、無料で通行することができた。通行料が当時の物価としては高額だったことから、農家は農作業や行商の際には5時前に橋を渡るようにしたり、21時の徴収終了前には自動車や自転車が列を作って待っていたりするなど、無料通行しようとする人が数多くいたという。通行する量は、 年々増えていったものの、冬場には降雪による通行止めもあるなど、有料道路としての運営は、あまり芳しくなかった。その後、地元の強い要望もあって、1967年、昭和42年2月1日に、小石橋有料道路は、日本道路公団から新潟県に引き継がれ、一般県道の区間として、無料開放された。この無料化をきっかけに、 腰シジ橋は長岡市南部と腰シ町を結ぶ大動脈の一つとして機能するようになる。しかし、腰シジ橋は佳境から鉄道時代も含めて一世紀近くになるため、老朽化が著しく、その後のモータリゼーションの進行による交通量の増大。さらには歩道を備えていないことから歩行者、時点の通行に著しい障害が出る上、慢性的な渋滞が発生していたことから、 当時の橋梁南側、上流側に、県道23号のバイパスを新たに建設し、越路橋も新たに架橋されることになった。1998年、平成10年11月、原橋が開通。バイパスも同日全線開通した。翌年、急遽は撤去されたが、2002年、平成14年9月に、地域の発展に貢献した遺産として構成に、 語り継ぎたいと、急遽のトラスの一部、全長31.4メートル、全幅6メートル、全高7.8メートルが、越路町河川公園、現、長岡市越地河川公園内に移設され、越地橋メモリアルパークとして公開されている。もともと8パネルのトラスを3パネルに短縮したため、中央パネルの謝罪、帯板の幅が等しくなるべきところが異なっている。 県道23号は、長岡市南部で、新潟県道498号長岡中野島、三つ線、9十7号、JR 上越線と相次いで交差し、さらに国道17号、長岡東バイパスの片側 IC、県道370号と交差してゆくが、上越線の踏切には、有料道路踏切という名称が付与されており、これが、 かつて堂々が有料であったことを物語っている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。